トゥルノエ、クラマールにて、ジェラール・トゥルノエは、フランスの都市計画家、建築家。1958年から1981年まで、アトリエド・モンルージュのメンバー。1979年から単独での仕事を始めており、1989年から2001年までは、アントワーヌ・エガランとの共同で、パリと周辺部における、社会住宅と、 公共施設のいくつかのプログラム、そして特に、科学産業都市の前のラビレットノール、北の1986年から1990年に、かけての大プログラムを実現する。海外県レユニオンのサンドニシでも施設を建設し、都市計画のエテュードに改めて取り組む。1984年から、パリのラグートドール地区の修復。 改修区域のプランディレクトゥールと全体の連絡調整を認じられ、1999年まで成功理にこの攻めを担う。1991年に再放するモロッコにおいては、アガディール市の北方における2万人宿泊可能な観光施設開発と人口1万人の小さな衛星都市の再構築を含むタガズート案の整備計画を作成する。 エテュードと実現された作品は、フランス内外の専門誌に多数掲載され、いくつかの建物は現代建築ガイドあるいは、建築視野の著作において良い位置で取り上げられる。多くの設計競技の審査員を務めており、1982年のテート・デファンス・パリの設計競技では、ヨハン・オットー・ホン・スプレッケルセンのグランダルシュの計画案を当選させるまで擁護し、 現場管理責任者に関与する顧問建築家の役割を試行期間中に果たすことになる。学生時代以来都市の諸問題に関心を持ち続けていたので、ジェラール・トゥルノエはアソシアシオン75021の副会長を務め、同団体は約15人の建築家たちに大パリ計画イコールグランプロジェについてのマニフェストを1989年に 発表することを可能たらしめた。その批判的なポジションは、様々な雑誌への論文掲載の機会においても、注目された。指定における、建築の座と、社会的役割、建築の教育や文化との関係のためにたゆまず、戦い続け、ジェラール・トゥルノエは、多くの国民的機関に参加した。芸術と建築の間の関係への配慮を怠らず、 造形芸術国民センターの運営評議会の一員になった。フランス語版原文では、良い位置で取り上げられるの箇所で、特定のサイトをインターネット検索結果において、高順位で表示させるようにすることを意味する動詞、レフェレンサーが用いられている。サイト。ここでは、都市や団地というよりむしろ、古代の都市国家に由来するようなやや抽象的な意味で、 国家に関連付けられた一つの哲学的概念として用いられている。ありがとうございます。